バーバラ・ヘップワースデム・バーバラ・ヘップワースは、イギリスの芸術家、彫刻家。第二次世界大戦中、ベン・ニコルソンや、ナウム・ガボのような芸術家と共に、セント・アイブズに住む芸術家のコミュニティで、主導的な役割を果たした。ジョスリン・バーバラ・ヘップワースは、ハーバートとガートルードのヘップワース夫妻の長子として1903年1月10日に、イギリスのウェスト・ヨークシャー州。 ウェイクフィールドで生まれた。父は土木技師で1921年にウェストライディングカウンティのサーベイヤーになった上昇志向のある家族であり、課長であった父は娘が十分生来の才能を生かせるようにしようと決めた。バーバラはウェイクフィールド女子高等学校に通った後、1920年から奨学金を得てリーズ美術学校で学んだ。 ここで同窓のヘンリー・ムーアと会った。友人となった二人の間には、仕事上の友好的なライバル関係ができ、これは長年にわたり続くことになった。両人の作風である穴の開いた彫刻は、ヘップワースの方が最初に作った。両人は、モダニズム彫刻の先端を行く芸術家となる。ヘップワースは、男社会に生きる女性としての自覚を常に持っていた。ヘップワースは、 カウンティの奨学金を得て1921年からロンドンのロイヤルカレッジ・オブ・アートで学び、1924年に学位を得た。ロイヤルカレッジ・オブ・アートで学んだ後、ヘップワースは1924年からウェストライディングの留学奨学金でイタリアのフィレンツェに旅した。ヘップワースはローマ賞の自伝候補にもなったが、優勝は彫刻家のジョンスキー・ピングであった。 シエナとローマを共に旅した後、ヘップワースは1925年5月13日にフィレンツェでスキーピングと結婚した。イタリアではヘップワースは熟練した彫刻家であるジョバンニアルディーニに支持し、大理石彫刻を学んだ。ヘップワースとスキーピングは1926年にロンドンに戻り、自分のフラットで共同個展を開いた。 息子のポールが1929年、ロンドンで生まれた。ヘップワースの初期の作品は、ヨーロッパ大陸の芸術運動や抽象化から強い影響を受けているものであった。1933年に、ヘップワースは、ベン・ニコルソンとフランス旅行をし、ジャン・アルプ、パブロ・ピカソ、コンスタンティン・ブランクー氏のスタジオを訪問した。ヘップワースは、後にパリに基盤を持つ、 芸術運動である、抽象、創造に関わるようになった。1933年に、ヘップワースは、ニコルソン、ポール・ナッシュ、批評家のハーバート・リード、建築家のウェルズ・コーツと、ユニットワン芸術運動の共同創始者となった。この運動は、ブリテンの芸術において抽象化とシュール・レアリズムを結合させようとするものであった。ヘップワースは、英国の人々に、 大陸の芸術家のことを伝える活動も行った。1937年、ヘップワースは、構成主義の芸術家に関する300ページもある著書で、ニコルソン、ナウム・ガボ、レスリー・マーティンが編集して、ロンドンで観光されることになった、サークル、アイインターナショナル・サーベイ・オブ・カンストラクティビスト・アートのレイアウトデザインを手掛けた。ヘップワースは、 北ロンドンのハムステッド陶器所で1938年11月17日にベン・ニコルソンと結婚した。ニコルソンはその前に妻のウィニフレット・ニコルソンと離婚していた。1934年にヘップワースとニコルソンの間にレイチェル、サラ、サイモンの三つ子が生まれた。レイチェルとサイモンも長じてから芸術家になった。夫妻は1951年に離婚した。 ヘップワース、ニコルソン、子供たちは1939年、第二次世界大戦勃発の際に初めて、コーンウォールを訪れた。ヘップワースは1949年から1975年に、亡くなるまでセント・アイブズのトレウィン・スタジオに住んだ。ヘップワースはこのスタジオが、魔法のような場所だったと述べている。セント・アイブズは、戦時中、多数の芸術家の疎開場所になった。 1949年2月8日、ヘップワースとニコルソンはキャッスルインでペンウィズ芸術協会を共同創設し、ピーター・ラニオンやバーナード・リーチを含む19名の芸術家が創設メンバーとして参加した。ヘップワースは巧みなドローイング家でもあった。娘のサラが1944年に入院すると、ヘップワースは下界のノーマン・カブナーと非常に親しくなった。 カプナーの招きで外科手術を見学したヘップワースは1947年から1949年の間にチョーク、インク、鉛筆で80枚近い手術室のドローイングを残している。ヘップワースは外科医と芸術家の共通点に見せられていた。1950年、ヘップワースの作品がマシュー・スミスやジョン・コンスタブルの作品とともに 第25回ベネツィア・ビエンナーレのブリティッシュパビリオンで展示された。この1950年のビエンナーレを最後に現代英国の芸術家が過去の芸術家と一緒に展示されることはなくなった。この時期にヘップワースは石や木だけを使うのではなくブロンズを使うことを始めた。ヘップワースは自分が作った。 大きなブロンズ彫刻を見るためによくセント・アイブズの自宅庭園を使ったが、この庭は友人である作曲家のプリオ・レニエと一緒にデザインしたものであった。1953年2月13日、イギリス空軍の軍人であった長男のポールが飛行機事故のため太陽国で死亡した。ポールを記念するための作品、聖母子がセント・アイブズ教区教会に建てられた。 息子の死で追い詰められていたこともあり、ヘップワースは1954年8月に親友のマーガレット・ガーディナーとギリシャに旅立った。アテネ、デルフィ、エーゲ海諸島の多数の島々を巡った。同月にヘップワースがギリシャからセント・アイブズに戻ってきた時、ガーディナーが大量のナイジェリア・グアレアの鉱材を送っていたことが分かった。ヘップワースはミキを一本受け取っていただけだったが、 ナイジェリアからティルベリーの港まで発送した木材が17トンにもなることに気づいた。1954年から1956年にかけてヘップワースはグアレアの木から6つの彫刻を彫り、その多くがコリントスや局面のようにギリシャ旅行からヒントを得たものであった。1960年ヘップワースはトレウィンスタジオの通りの向かい側にある映画、 ダンスのスタジオであるパレードダンスを購入し、スタジオ面積を大きく増やした。新しいスペースを用いて、大型の作品を作るようになった。ヘップワースは晩年、リトグラフを用いた実験も行った。カーウェン・ギャラリーとディレクターのスタンリー・ジョーンズと組んで、1969年に一作、1971年にもう一作、二種類のリトグラフ作品集を作った。は、 英華界作品集というタイトルで、これも1954年に、マーガレット・ガーディナーとギリシャを旅した経験から作られたものである。ヘップワースは、ロンドンのモールバラファインアートと、対抗というリトグラフのセットも作成した。バーバラ・ヘップワースは、1975年5月20日、トレウィン・スタジオの失火のため亡くなった、72歳ボーツ、ケンウッドハウスにある、 モナリス・エンピリアン、ありがとうございます。